チョイス、どうも、アクションのタクト。はい、です。今回の動画は、はい、海老名サービスエリアの飲食店、全部制覇するまで終われません。やべえこと言ってますわ。今、海老名サービスエリアの下りにいます。お久しぶりです。お久しぶり、もう1年半ぶりとかですね、うん。まあ、今回こちらですね、まあ、屋台と中にフードコートがあるんですけども、うん、だよな。それ全部制覇します。全部で大体イメージ何店舗ぐらい？ね、多分20は超えてきますね。まあ、屋台込みなんで、屋台は少ないやつもありますので、今回まあルールとしましては、1つ頼めば OK としましょう。あー、オッケーオッケー。で、サイズは問いません。うん、問わなくてもめちゃめちゃきついと思いますので。そうだね。一応24時間営業なんですけど、飲食店がそもそも10時ぐらいまで、うん、で、屋台とか、うん、そういうところはね、確か6時とかまでなんで、屋台は買い込んどけば、そうだ、車で食べれる、うん。まあ、先にフードコートから制覇していきたいと思います。じゃあ行きますか。もう今日人やばいんで。そうやな、春休みかなんか分かんないけど、まあ、多分みんなは多分30分ぐらいで買いますけど、僕らは本気なんで7時間くらいいますから。じゃあ早速やっていきたいと思います。それでは行きます。さあ入りました。うわ、すげえな。これは飲食店に入りますか？いや、入りません。入りません。オッケーオッケー。うわー、めっちゃある。激込みだ。まあ昼時ってのもそうだけど、とりあえず買えるもんだけ買ってくるか、はい。うわ、めっちゃゴリゴリなの。そりゃそうか。そうよ。じゃあまた1店舗でいいんだから。そうだよ。じゃあちょっと、いろいろ買ってきたいと思います。ということで、いろいろ買ってきましたよ。はいよ。ちょっとこの企画甘く見てました、僕は。もう終わりでしょ。え、2days 行く？ days 行きます。 days 行くよね。紹介していきましょうか。はい。ラッキーロッキーチキンさんで、テリマヨの単品、なんつって亭で豚骨ラーメン、豊洲食堂で釜揚げしらす丼、農場直送厚切り豚ソースカツ丼。一陣目って感じですね。このレベルが今後ドーンって来たらちょっと耐えられない正直今この4つは多分重いジャンルのやつを買ってきました。そうだよね。まあでもここ一旦食べきろうかなって感じです。何がやばいって、一番ちっちゃくて楽そうなの選んだのにこれだぜそうだよ。行きましょう。はい、いただきます。いただきます。ちょっと席が全然なくて、立ち食いのとこで。立ちの方がいいよ。これ立ちの方がいい。絶対この客立ち、うん、効率いい。いただきます。うまそうしますね。あー、うまうまっ。うん、うまっ。ジャンルはね、めちゃめちゃあるから飽きはしないと思う。そうだね。屋台が楽しみ。串系がなんか充実してたイメージがある。食いたいですか？うん、真っ黒ね。プレイヤーチェンジ、プレイヤーチェンジ。これが勝ちが最強かもしれない。うん、うまっ。やばくない？一番楽しみ。デカトマト入ってる店は信用できるから。そうだよね。じゃあ、行きます。お前じゃなきゃいけないよ。揚げたてなのかな。うまっ。お前これやばい。ラッキーすぎる。やばくない？サクサクだし、チキンの味付けがいい。なんだろう、トマトめっちゃうまい。すごいよこれ。めっちゃうまい。なんかカツバーガーって感じだ。うん、カツタとかたまに出るじゃん。うんうんうん、これより絶対こっちの方が。そうだ、今度から普通ぶりたいときこの名前言えばいい。みんななんか定番ファストフードの名前を挙げてるときに、あ、俺ラッキーロッキーかなーって。 あそこはね、チキンが美味しいお店で、教師のしか食ったことないのでもこれわかる。全部、ね、いや全部わかる。あれか、人多いから次屋台行く。いや、ある結構マジすごい。全然200人以上はいる。いるいるいる。これあれだな、多分3月で一番過酷な撮影があるよ。3月で一番今疲弊してんのに。OK、 ダメ、届け。いきますか。こいつがね、多分ね、一番重いと思います。だからね、これよくしよう。ご飯パンパンだし、これすごい4枚かと思ったら、うん、開けた瞬間下にも来ました。やばいただきます。うわ、うまー。うん、サーティワンとかもあるからさ。あ、これ休憩のサーティワンだ。休憩とはだけ。比較的に外の方が楽だよ。あ、ほんと？屋台だから、ほんと手軽に食えるやつだ。うんうん、人酔いかましてる。早くちょっと外に行きます。もう食べない。そうだな。どうしたん今日？なんか今日ちょっとダメだ、本調子じゃないから。じゃあまあワンチャンス、あと2回で終わり。一気に食うとしたら、いた、ね、いったんでいけるか。あと2、3時間してもう一回ここ戻ってきたら、いいテンポで終わらせられる気がする。だからそれまで一旦外でチルロ。チルロ。さっきまっていいっすか。あ、お前さ、え
危ない今人いなかった俺こう言ってた危ない、うん、よっしゃ立ち王で俺結構得意分野かもしれない。立ちいいよね。ドンと落ちる。そう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 。お前が言うな。全然食ってないよ。お前が言うな。いやいやいや。次食べれんだね。あ、次来ますよ。一旦ちょっとフードコート離れて外の屋台部門に行きたいと思います。では行きましょう。うわすげえあるじゃん。ちょっと端から攻めてく。そうね。この通りにあるもの、まあ、全部とは言わないんですけどある程度買ってきましょうか。はい。ということで買ってきました。ちょっとね屋台のところをね調べてみたら、うん、全部で13店舗ありました。わお。まあ軽いものも何個かあったので、うん、まあいけんじゃないかと思いまして、はい、とりあえず7個買ってきました。だから7店舗制かな、うん、一瞬やでこれしかないので相当またね。じゃあ紹介していきましょうか、はい、食いしん坊将軍でホタテ串、中国料理世界チャンピオンで肉まん、もみじ茶屋ホルモン屋台で焼きおにぎり、富士宮焼きそば、かんぼこ、アメリカンドッグ、海鮮串焼き、ぼんじりの塩、牛串豚串屋さんで牛串、キャンディーアップルでカットリング飴ですね。以上、まあちょっとツッコみたいとこあると思います。海鮮串なのになんでぼんじりなんだとか、中のキャパをね最小限に抑えたくて。いやこれでかいよ、さっきのと比べたら。マジでそうなんよ、全然楽。本当に休憩タウンでした。休憩だね、ここは。帰って頑張ってくれんじゃないの。いや、任せてください。まあ、俺も全然余裕なんで食いますけど。食べましょう。いただきまーす。いただきます。絶対うまくね。うわ、うまい。めっちゃ香ばしい。うまっ。柔らかいけどね。食べ応え十分。ほら、ちょうどいいステーキって感じ。なんかパーキングエリアで牛は定番っぽいよね。どこもあるよ。うん、コトムとかね。上がるな。全然上がってないよ。うん。ちっちゃい、一口サイズ。ここ最近食べた豚まで一番うまいから。やったー。かわいい店員さんが作ってくれたリンゴ飴。格別だろ。俺見てねえから分かんない。でもそこがさ、浮いてるんだよ。代官山、これね、結構有名なやつです。リンゴ飴ってさ、でっけえのがイメージじゃん、まあ、お祭りのあれだよな。それも売ってるんだけど、こういうカットされたやつがね、ですね、気になってたんで、ちょうど。あんまっ。なんだろう、みずみずいな。うん、もそもそもね、リンゴ飴ってね、初めて食べたかもしれない。俺もなの。そうだよね、祭りのやつ、まず食ったことないよ、ね、ちょっとさ、買う気うせない。うせる、なんかそれを思っても、やっぱカットした方が美味しいなと思う。わかる。そもそもさ、カットしないリンゴ自体が食べづらいもんな。お、飴でコーティングって結構ハンキョーはね、デートに向いてないよね。俺みたいなやつだったら、もうあれ血だらけになったら食うな。次どうし、どうする、屋台行く。え、もう終わらしちゃっていいと思う。終わらしちゃっていいよ。だってこの行き来でなんかまた多く買うんですよ。ってなると、あっちにある唐揚げとかタンだな、タンの牛タン弁当。え、そっちもまだ、こっちもまだあります。休憩はどっからさ、アイスとかね。で先にさ、この外を終わらせて休憩しよう。あー、一旦。ちなみに今2時20分。おお、よまだ1時間ぐらいしかね、全然もっと。あ、待って、マジで可愛いな。頭で。よし、俺は将来気に入った。絶対犬を飼う。お嫁さんと一緒にここに来るんだ。ここで同じメニューを食う。情報。お前その時嫁さんと YouTube 撮ってんのか。俺はもうクビになってるっていうことか。じゃあ、そしたら3人だよ。嫁と友達。うん、よっしゃ、もう多分半分終わったんじゃん。さっき飲食店4店舗行って7行ったから11、終わってないね。これで半分行ってないの。言わなきゃよかった。ちょうど半分ぐらいだと思う。長いっすねこれ。ちょっと風強いから車で食べようか。そうだな、残りを買い占めましょう。はい、はい、じゃあ追加で買っていきましょうか、はい、ここではそうね、あと4店舗買って、で向こう側にも屋台があるんですよ。でそれ買って終わりかな。なのでちょっとここの4店舗を、一通り買っていきたいと思います。はい、とりあえず4つ買いました。はい、いや量多いよ、全然量多いよ、すごいぞマジで。唐揚げと牛タンとベビーカステラ買っていきましょうか。行きましょう。買ってきました。はい、7店舗、7店舗またですね。これで屋台の部門は終了です。紹介していきましょう。はい、エビナ茶屋さんでエビエビ焼き、肉ん .com さんで炙りネギ盛り牛タン、マッツローアンさんでプレーンのショー、元祖唐揚げ三平、桃揚げ3個、肉巻き焼肉味、もみじ茶屋でもみじ揚げのカスタード、カラカラ屋でカラカリもも肉、
で、一応ちょっとね、全部のね、店舗をね、数えてきました。施設の中で食べれる、店舗数は15店舗でした。で、外が14店舗でした。おお。全部で。なので、合計29店舗。で、一応もう、これ全部食べたら外の14店舗は制覇で、プラスそこに4店舗中の制覇を入れたら18店舗制覇したことになるので、すごいやん。残り11店舗となります。10あるんだよ。でも意外ともうサーティワンとかアイス屋さんがあと2店舗ぐらいあって、だから意外とね、ここ食べちゃえばいけんじゃないかな。素晴らしいやん。まあ、とりあえずここ食べましょうよ。オーケー。いただきます。いただきます。ちょっと牛テカイコクさん行かないとダメよな。うまそうだわ。でかいな。うまっ。うん、でっかいな。はい、オッケー。うん、美味しかった。でかー、大きいね。こっちもなかなか全然違うね。あっさりめの竜田っぽいね。そう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 。え、いい音すんね。うん、うわ、ブリンブリンの桃。うん、すっげー肉汁の音した。うまっ。わ、ご飯欲しいな。いいな、唐揚げ強いな。ね、揚げ物が強い、まあ、そうね、結構屋台揚げ物多いね。うんうんうん。で、なんかこれ海老名の有名なたこ焼きらしいですね。海老名名物って書いてました。たこ焼きではなく海老焼きってこと。あ、そうね、たこ焼きじゃない、中に海老が入ってます。すごいよ。うん、まっ、だしがうまいな。とこの2年間ぐらいで大阪行ったことによって俺大阪のたこ焼きハマっちゃったから、トロトロでうまい。今日で俺らさ、うん、マジで海老名マスターになるよね。しかも2回目の食べ物もあるから、そう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 、ちゃんとレビュー できる。あのデートとかで多分寄ったりすると思うじゃん。あるよ、普通にここを来ようで来れるやん。そうだよね、目的として。じゃあ来週デートで行こう。待って、彼女いないよ。あ、彼女いないのか。いやいやいや、そんな改まって考えることだった。今もう1年以上経ってるけどさ、うん、どう思ってる。あ、まあまあまあ、めっちゃペースいいな。結構そう、ちょうどいいな、うん、これはちょっと多いけど。うん、ちゃんとお腹いっぱいだ。でもただね、やっぱ休憩が控えてるっていうこの心のゆとり、ああ、すごい。じゃあ入ってそれ1個だけ食ってくんね。おー、やばい、やばい。ほんとムージャエビそのまま入った感じだ、うん、桜エビぐらいの考えしたけど全然だ。ほんと身がある。うん、え、これうまいわ、うん、あ、買って。結構並ぶ。でも結構ね、人気でした、ね、だいぶ人気。これね、たこ焼き、うわ、どっちもいいな、選べねえな。タフ&ハグですか。うん、タコと貼れるわ。でもわかんない、たこ焼き業界の人からしたらもうグレーかもしれないよ。たこ焼き言ってんのになんでたこ焼き入れんだよって。よし、終わり終わり。じゃあ、あと2つ。もうこれとこれしかない。いや、いいね。じゃあ一旦もみじまんじゅう食います。あれ、ベビーカーサー無限なんだよ。いいサイズ。何個入ってんの。16とか入ってんの。ちゃんと入ってんの。これ一番ちっちゃいサイズだからね。揚げまんじゅうってこんなにうまい。おお、な、あ、な、な、ヒッチハイカーいるぜ。嘘、今あの、あれ、紙のやつ持って、うわーって。お、マジじゃん。掲げてた今。 YouTuber かな。でもカメラ回しなかったよ。意外とヒッチハイカーいるよね。あ、俺のね、高校のリアカのストーリーでも、うん、あのヒッチハイクしてる人いた。友達、友達と言えるかわからないけど、本当は。うん、クラス違うけど、知り合いとも言い難い。一であっても、うっ、もうできないぐらい。あ、はいはいはい、2、3回ぐらいしか喋ったことないんだけど、なんかフォローしてたみたいな。とりあえずフォローなんね。結構昔だけど。すごいな。ピッチハイクはね、ギリわかるわ。YouTube やってなくても。マジで。経験としてなんか面白そうって、なんかちょっと、この、まあ大学生乗りだと思うけど。まあ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 。多分。うん、まあ、ちゃんとやってる人もいるかもしれないけど、そのノリでやるなら、まあ別に面白そうだなって。プライスのやるよりかは、ヒッチハイク絶対やってみたいな。もし YouTube やってなかったら、女の子は絶対ダメだよね。あ、危ない危ない、危ない。そうだね。俺らみたいな人だったら、全然送るけど、真摯に。だからその送り手側として、うん、ちゃんとどこでも行きますよ。いや、これで大阪って言われた時、行くでしょ。行くんだ。その人乗せて動画撮る、うん、もう撮影しちゃうよ。そういう動画乗せてもいいけど、ちょっと参加してほしいのよね。大食い企画やるから一緒にやるの。金も出すよ、金も出したし乗せてくけど、胃袋だけ貸してくれ。きっしょ。意外とさ、理にかなってるからね。それは全部料理、向こう側からしたらプラスなの全部。、まあ、けど多分その子はただ普通に飯を食うと思ってるけど、うん、ゴリゴリ食らわされるから、そうそうそう、グラムじゃなくてキロ単位で食わされるっていうとこだけちょっと大変なだけで。逃げたいっつっても絶対逃がさないけど、誘拐なのやっぱり。言っちゃうと、いや送るよけど食べて。死の契約交わせるよ。暴飲でこうさせて。うまい、これも。わ、なんかベビーカステラ久しぶりに食ったわ。わ、まずいな。うん、絶対ピーラーって
ってずっと。あ、クラッシュの。クラッシュの。あ、ガチャないよ。トゥールー。トゥールー。よくなかった。絶。俺も今喋り、あの歌いながら、あ、これクラドシだとか思ってたよ。いや、行き過ぎてるから分かるでしょ。これ分かんない、お前だけだ、ほんとに。一般の人絶対分かんない。もう2秒で分かったもん。うまいな。まあ、クイズが最後の一句だ。一句食えよ。いいよ、俺ここ3つ入ってんだよ。OK。OK。いや、美味しかった、ベビーカステラ。いいデザートでした。やっぱ、環境って左右するね。うん、なんか一番安心してしかもスムーズに食えたわ。全然正直まだなんか食えます。ちっちゃいのあったらまだ許す。今4時なんで、うん、ちょっとさデザート系なんかあったから、うん、サーティワンあったのよ。サーティワンとあとなんかソフトクリーム屋さんがあったから、ちょそれ食べない。あ、でもちょうどいいな。で食べて休憩みたいな。じゃあとりあえず買っていきましょうか。行きましょう。行きましょう。さあお土産屋さんは入らないので、さすがにな、さすがにね。ゴディバとじゃあサーティワン行くか。一応ここもお店なんですよね。東京からな。サーティワンとゴディバで、コーヒーあんちゃん普通に飲んでいいんだよ。あ、ここゴディバじゃない。ゴディバも売ってるけど普通にカフェなんだ、うん、はい、買ってきました。いや、こちらリーコーヒーのアイスコーヒーのランチサイズをお借りしました。なんででっけーのしたよ。ちょっとあのスタバになりすぎてて通るとかじゃねえじゃん表記と思って焦っちゃって、あ、ランチお願いしますちょっと。東京バナナでバナナソフトクリーム450円、サーティワンアイスクリームでスモールカプロンベリーベリーストロベリー。よし食べましょうか。いただきます。いただきます。はい、でも手が死んじゃってる。ちょっとあっちどうするか。いただきます。うまい。ほんのりバナナぐらい。うまいじゃん。ちゃんとバナナの味よ。いや、しないって言ったわけじゃなくて、バナナの味するじゃん。だからしないって言ってんだ。するっつってんだろ。するって言ってるよ俺を。失礼。そして最低なことしてる。分かってる。何よ、ヘビリだからアイス食う。終わりだよ。終わり。23歳でさ特に2人でさ食いながらヘッコいててしまう。終わりだよ。終わりだよ。まあこれ食ったら1時間2時間ぐらい休憩しましょう。はい、うん、ちょっとコーヒー、あの休憩上がったら飲みます。全然飲んでない。コーヒーってそんな一気に飲むんじゃねえから。うわぁぁぁぁぁぁちょっと待って、危ない危ない危ない。規制発しちゃいけないんだよ公共の場で。本当に危ないのやめてくれ。残りそう11店舗で今3店舗、3だから8だ。8店舗、8店舗終わるよ。もうあっという間よ。あっという間だね、うん、じゃあ休憩していきたいと思います。ごちそうさまでした。ヘビリは最高。終わりなんだよ。さて、ただいま時刻6時半になりました。我々はフードコートへ向かっています。これがラスト試合にしてほしい。ここはテイクアウトで頼みます。とりあえずもうこっちの丼系テイクアウトできないやつは全部食べましょう。中華と丼や。よし、ここが一番頑張ろう。いや意外とでも、ね、でも実は最初の方が低かったというか。じゃあ紹介しましょう。米楽でけんちんセットですね。鮭と高菜エビナメンズロードさんで醤油ラーメン。吉野家で牛丼の小盛りさらしな一夜テイロそば680円。この4つです。よし、じゃあ食べていきましょう。いただきます。いただきます。モール本気出すか。あ、せーのと。じゃあお前モード本気で行こう。お前モード本気で行く。じゃあ俺は吉野 T シャツ着てるから。吉野 YouTube 吉野 YouTube 着てるから。やばぜ。もう本当にシンプル、シンプル醤油ラーメン。2時間休憩でかい。やばい、2時間休憩やばいね。まあ全然気分違う。あと人が減ったっていうのが夜ご飯時なのにね。どこ行くの。どこだっけ。石松屋。やめてよ。歩いてる人目立つに掛け合いしてくる。縛りプレイしてジーク今髪の毛シーンやばいやばいやばい。背骨の方がビリビリ。お前やばいやばいやばい。お前ビリビリ飲んどるよな。あの子これ終わったらマジで終わりだもんな。マジ楽よ。ケーキとメロンパンとデザートだよね。とでカルビ海鮮寿司あと4つ。意外と早く帰れるぞ。全然早い、うん、はい、終わり。よっしゃ。米楽のおにぎりを初めて食べますね。
うまい最高。なんかここに来てマイホームかのような落ち着きとかあるわ。米はもうね、日本人の魂ですから。けんちんな、けんちんだよ。うまっ、けんちんうまっ。外で飲みてー。これ外だね。なになに、これ来た。おお、なんか、いや、ちょっと待って、ハッピーバースター、ハッピーバースター。そう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 。あ、すごい、誰か誕生日なわけじゃないんだ。あんま見えねえな。もうちょっと暗くした方がいいんじゃない。周りの光が。隣の子供と同じぐらいのリアクションのスピードだった。そう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 。めっちゃキラキラしてたよ。ちょっと暗いんで、ちょっと明るくしまって。最低。見た目のはマジで誰一人見てないっていうところなんだ。お蕎麦おいでー。はい、ナイス。じゃあおにぎりラストいこう。はい、お餅。うわー、めっちゃエビナン満喫してんね。多分俺ら今日1日で誰よりも楽しんだ。今日来た何万人の中で一番楽しんだ俺らが。確かに。うまいよ。おぉ、いいね。ピンチで流してみる。最高のコンボじゃん。朝食ですね。これ朝で食いたいね。うん、米役でバイトしようかな。また働きたがってそこで働けばそれが食えるって感じがしてる。俺は一口いってしまうぜ。うん、うん、激うまだった。けんちん、はい、ごちそうさまでした。意外と軽いと思ったがちゃんとうまかったね。5でした、うん、じゃあ最後はね、タッチ疲れたんで最後車でお会いしましょうか。オッケー、では行きましょう。ただいま。ただいま。よし、じゃあ紹介しましょう。海鮮三崎港でネギトロ巻き、カルビーでポテリコサラダ、ロイヤルスイーツでスイートポテト、メロンパンでエビナメロンパンで、一つアジのお店なんですけども、うん、なんかもうやってなかったです。めっちゃ早かった。そこだけ中のお店の中で一番早かったです。まだ7時半なんですけど、すいません、許してくれ、許してくれ。なんなら俺が一番悔しいんだから。こんだけやって、こんだけ粘って、アジ一本なんか食えるわ。この4つですね。めっちゃ楽やん。全然楽じゃん。食べましょう、食べましょう。いただきます。はい、やす。まああったけえやつは先に食うべきだろうな。でかっ。でかいな。こんなでかかったっけ。メロンパンってそうだよね、もうこんぐらいのもんだよね、うん、これが一番有名ですから。じゃがじゃがリコリコじゃがリコ、うん、じゃがりこな感じではないよ。まあポテト、そうだよね。あ、うまっ。これ最後に食べたのいつだろう。原宿な気がする。いや、もう俺も隠したと思うよ。いっちゃいますよ、エビナメロンパン。うん、どう。うまっ。前よりうまく感じるわ。やっぱキャパが空いてるから。ああ、それあるかも。まあ、結構限界の時に食った気がする。うん、甘っ。風味がいいな。メロンのフルーツの風味だ。うん、全然メロンパン風味じゃなかった。心の岸辺に咲いた赤いスイートピー。いや、スイートピーのピーってカタカナのピーじゃなくてポテトのピーなんだ。そうです。しゃ、スイートポテトです。いいサイズだ。おいおいしい、おいしい。やみ、感謝感謝。ついてきねえな。ふむく、それそれで、うん、うん、ね、あ、いいのね。めっちゃうまい。マジ心の岸辺に咲くわ。あれってさ、スイートポテトなのかな。え、そうだよ。マジで。おい、食べながら。あ、メロンパン。おい、エビナサービスエリアって上りもあるからさ、上りもちょっと掘りたいよね。まあ、今回の企画的にはあの下りが適していたので、うん、下りでやってるので、上りでも今度やりたいですね。さあ、これは最後、ネギトロ巻きです。それではラスト、ネギトロ巻きいただきましょう。はーい、いただきます。いただきます。ちょうど6個ずつですね。あー、うめー。すごい舌触りが、うん、あ、めっちゃトロだ、うん、それでは締めさせていただきます。うん、ラスト。うん、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、ごちそうさまでした。エビナサービスエリアの飲食店全制覇。お疲れ様でした。いやー、一応全29店舗だったんですけど、まあやってないということで28店舗制覇させていただきました。ありがとうございます。いや、今時刻8時です。いや、かかったね。一応1時から来た。でも7時間ですね、うん、
うわー、なんだろう、達成感すごいな、ちょっと久しぶりに。いやー、こんなね、しっかりギッチギチでやったのは久々かもしれない。自信がつきました ね。俺ら本気出せばサービスエリアで1日で余裕で終わらされる。1日かかんだぜ。やっぱすげえよこの量は。そうだね。じゃあちょっと今日の一旦ベストエビナフードを決めましょうか。 OK です、 OK です、 OK です。じゃあ僕からいいですか。はい、僕が、今日食べて一番推しのフードはエビ焼きでございます。エビ、エビ焼きだったかもしれないけど、エビ焼き、たこ焼きの中がエビバージョンみたいなやつですね。推してたやつやな。トロトロ好きからしたら、中にまずマヨネーズが入ってるというおしゃれな作り方と、エビというあの斬新なね、ものが入ってまして、すごく美味しかったです。いや、いいと思いますね。私が選ぶのはカツ丼でございます。おお、カツ丼。そうだね、あのね、出来たて感もそうなんだけど、一番感動が強かったね。まあ、他のやつもめちゃめちゃ美味しかったので、外の屋台とかもね、あの海鮮とかいっぱいありましたので、それも食べてみてはいかがでしょうか。まあ皆さん気になったら金額の方じゃいきましょうか。そうでした、怖いなこれ、これ怖いね。全28品でかかった合計金額15,755円でございます。1万円客を余裕で超えてくるこの大台。じゃあ5,000円でしょ、そっから。俺らさ、安いやつ買ったりもしてるからね、量とか量抑えたかったから。これでそれいくって、でも相当よ。すごいな、お金ないの。今月めっちゃ経費使っちゃって。まあでもね、あのこういう企画もね、どんどんやっていきたくて。そうやね。3月はちょっと無理なんですけど、4月にね、大きい企画を考えていますので、ぜひ楽しみにしてください。はい、次回はまた違うサービスエリアでやりたいと思うので、皆さんぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いいたします。それではまた次のサービスエリア企画でお会いしましょう。バイバイ。はい、風を切って走ってゆく希望の街へと。本日もご視聴ありがとうございました。次回のアクションエンターツは24時間で食パン何枚食べれるか対決です。皆さん大好きのね、パン企画を、またやりました。これめっちゃきつかった。次の動画もお楽しみに。